吉川英治作宮本武蔵炎明の巻より世の塩地翌年のことだった詳しく言えばその年は慶長17年4月に入ったばかりの頃である先週の堺からはその日も赤間が関へ通う船が旅客や荷を入れていた 海鮮丼屋の小林太郎左衛門の店に休んでいた武蔵はやがて船が出るとの知らせに将棋を立って「では」と見送りの人々へ挨拶をして軒を出た。ごきげんよう等しくそう言いながら見送り人たちは武蔵を囲んで船着きの浜まで歩いていった。 光悦の顔が見えた拝屋醤油は病のよしで来られなかったが息子の正益が来ていた早いものですね初めてお目にかかった頃から思うともう七八年はたっている光悦も船まで歩きながらふとつぶやいたことだった八年武蔵も歌た,た 「今日の船出がなんとなく人生の一企画のように思われもしてさてまたその日彼をここに見送った人々の中には他にも京都三条車町の細川邸の侍たち二三名また烏丸光弘の名代として共連れの久家侍の一 それから半年ほどの京都滞在中に何かと知り合いになった者や彼が拒んでも拒んでも彼の人間と剣を慕って彼を死と呼ぶ者たちがそれは無料二三十名以上もあろうか何しろ武蔵にとってはやや迷惑すぎるほどな動静を持って見送りに加わっている一団もあった。 ル武蔵は語りたいものとはかえって語り合う間もなく一人船に移ってしまったのであった行き先は武前の小倉そして彼の使命は細川家の長岡佐渡のあっで佐々木小次郎と関年の宿題たる試合の役を果たすにあったもちろんこの話が「 具体的に決まるまでには半老長岡佐渡の本草や文書の交渉がかなりあって武蔵が昨週以来京の本阿弥光悦の長屋にいるということが分かってからでも約半年もかかってようやくまとまったことなのであった巌流佐々木小次郎といつかは一度一語の面接は避けがたいであろうとは武蔵も徳 していたた。ことだったついにその日が来た。だが武蔵はこんな晴れがましい人気を追ってその場へ臨もうなどとは露田にも予期していなかった。今日の出発にしてもしかりである。こういう横行な見送りなど心の内ではもってのほかなと思う。 思いつつ拒み得ないのは世間の人々の行為である。武蔵は怖いのである。理解ある人の行為には襟を正すが、その厨房が不覚化して人気というような波に乗せられることを恐ろしいと思った。一体誰がこういう切迫の日を持ってきたか。考えてみると、 小次郎でも自分でもない気がする。むしろ周囲だと思う。いつとはなく二人を退治させ、二人を幸せてみることに世間が先に興味や期待を大きくかもして、やるそうだ、と言い、やると断じ、ついに、いつの何日、とまだ噂のうちから火まで取り沙汰されてきたのだった。 こういう世表の対象になったことを、武蔵は密かに悔いている。かくては自分の名声とやらは喧伝されるに決まっているが、彼は今、決してそんなものを求めていなかった。むしろ、もっと一人の沈遷と一人の目視とを必要としている。行と工夫との合致のために、 そして、愚道和尚の啓蒙を受けてからのちは、なおさら同行の生涯の遠いことを彼は痛感しているのであった。さはいえ、と彼はまた思うのである。世間の恩というものを。生きていること、それはすでに世間の恩であった。今日、 この船出に身にまとうている黒い小袖は光悦の母が自ら針を持って縫うてくれたものである手に持つ新しい傘やわらじその他一物たりとも何か世間の人の情けのこもったものでないものはないいわんやろくろく米も作らず布もおらず百姓の耕す泡を食っている身は まさしく世間の恩で生きている。何をもって報いようか。心をそこに置くとき、彼は世間に対して慎む心こそあれ、迷惑がある気持ちなど起こすのはもったいないと知るのだったが、しかしその行為があまりに自分の進化に対して課題でありすぎるとき、彼は世間を恐れずにいられなかった。 贈らるるものの間に目に見えぬ時は流れておさらばおさらば船は友綱をとき武蔵は船に人々は岸に残って呼びかう間に大きな帆は青空に翼を張ったすると一足遅れてしまったと船出の後へ駆けつけてきた旅の者のがあった。 港を出たばかりの船は彼方に見えているのに、わずかな遅刻で、それに間に合わなかった若者は、返す返す地団だを踏んで、ああ、遅かった。こんなことなら眠らずにでも来るのだったのに。及ばぬ船の影を見送っている目には、ただ乗り遅れただけではない、もっと切実な恨みが見えた。もしや、権之助殿では、 ありまぬかな同じように船が出てもなおたたずんでいた人々の中から光悦がその姿を見かけて近づきながら声をかけた「武蔵権之助はその手についていた女王を小脇へ救って『おあなたは本阿弥光悦殿』『ご無事でおいでられたとはさてさてめでたい』実は ほのかに大朝を聞き、静止のほども暗じておりましたが、誰に聞きましたか？武蔵どのから。え？先生の口から？はて、どうしてであろう？あなたがくど山州に捕まって、どうやら隠密の疑いで害されたかもしれぬという消息は、こくらの方から聞こえてきたのです。 細川家の御家老長岡佐渡様のお手紙などからそれにしても先生がご存じの司祭は今朝お立ちになるまで武蔵殿は手前の門内の長屋にお住まいでしたその居所が小倉へ聞こえたので小倉からもたびたび書面の通ううちお連れの伊織殿も今では長岡家にいるとやらでえでは いおりは、ぶじにおりまするか。ごんのすけはきょうのいま、はじめてそれをしったらしく、そしてむしろぼうぜんたるおももちだった。ともあれここでは、とこうえつにさそわれて、ちかくのいそじゃやのしょうぎをかり、こもごもにかたりあってみると、くどさんのさなだゆきむらは、あのときごんのすけをいっけんすると、さすがにすぐ、 之助の人となりを知ってくれた。で彼の名わは「部下の過失」と即座に雪村の謝罪とともに説かれ災いは帰って一人の知恵を得る幸いになったそれから騎伊越えの山の割れ目に落ちた伊織の実を雪村の配下の者も力を合わせて探してくれたが用として今日まで生死も知れなかった。 断層の谷間に死骸は見当たらないので生きているとは確信していたもののそれだけではやがて死の武蔵に合わせる顔もない以来権之助は近畿を訪ね歩いていたたまたま交換には近く武蔵と細川家の元流とが一線の役を果たすとかもっぱら噂もあって武蔵が 今日あたりにいるらしいことも察したが何しろ合わせる顔もないとして権之助はそう聞くほどさらに伊りを訪ねることに焦っていたのだった。とその武蔵がいよいよ小倉へ向かって立つということを昨日どさんで聞いたそこで意を決し表を犯して会うつもりで早々そう 道を急いできたのだったが船の時刻がしかとしないため一足違いとなりなんとも残念至極と繰り返して権之助は言うのだった光悦は慰めて「いやそうお悔やみなさるには当たるまい次の便箋までには数日の間があろうが久我路を追って行かれれば小倉表で武蔵殿に会うなり」。 長岡家を訪れて伊織殿とご一緒になるなりすれば雄と権之助はもとよりすぐ久我寺を参るつもりではございますが小倉へ着くまでの間でも先生と一つにいてお見回りのことでも務めたかったのでございますそれに今度のご発足はおそらく先生にとっても生涯のご不賃かと思われます平常、 ご修行にひたむきな武蔵様のことゆえ漫画一つにも巌流に破れを取るような義はあるまいとは思われますが勝敗は分かりませんあながち修行を積んだ者が勝ち強者は負けるとも限りません勝負の運また陛下の常ですからけれどあの沈着ぶりなら自信がありそうです おにはお呼びますますい。と思いはしますが聞くところによると佐々木巌流というものはさすがにまれな天才らしゅうございます。特に細川家に召し抱えられてからは長母の次回鍛錬は一通りでないとも聞き及びました。傲慢な天才と凡室を獅子と磨いた人と。 いずれが勝つかの試合ですな。武蔵様も凡室とは思われませんが。いや、決して天品の歳出ではありますまい。その細分を自ら頼んでいる風がない。あの人は自分の凡室を知っているから絶え間なく磨こうとしている。人に見えない苦しみをしている。それが何かの時、 ぜ然と光って出ると人はすぐ天品の才能だというとめない人が自らランダなを慰めてそういうのですよゴンのけは自分が言われている気がしたのだった松よいねつい昨日酒いを出たざえもんぶねには小倉へ下る 宮本武蔵が便乗したと、早くも山陽の街道筋には知れ渡っていた。噂を聞くと同時、姫路藩の青木丹左衛門の子息丈太郎は、すぐ使いを走らせて、佐沼の本遺伝家へ知らせた。知らせを受けた馬場は、その吉報を携えて、またすぐ村の七宝寺へかけた。お通はそこに、 病を養っていた去年の秋の末頃嵐の夜さよ山の岩穴へおばばを救いに行って帰っておばばのひどい長着に会い気を失ってしまったあの時の明け方から意識は元によみがえってもずっと続いて体の具合は前のようには優れなかった許してくだされや。 腹のいゆるまでこの馬場をどんなにもして、その後の馬場は彼女の顔を見るごとに残下の涙を流して言う。お通はまたもったいないとそれをしもかえって苦痛にして、自分の体には以前からどことなくこうした持病の目があったので、決して馬場様のせいではないと慰める。 事実、お通にはそうした病の経歴がなくはない。数年前、京都のカラスマル光広の館にいた頃も、幾くつかを病に伏したことがあり、その折と今度と朝夕の様態もよく似ていた。夕方になると微熱が出て、軽い咳が伴った。目に見えぬほどずつ体は痩せてゆき、 その麗しい要望は余計麗しさを増しむしろその美はあまりに尖れすぎてきて介護するものをしてふと憂いしめるほどだったしかし彼女の瞳はいつも喜びと希望に満ちていた喜びとしてはおばば様が自分の心を分かってくださったのみか同時に 武蔵様やすべての人たちへも、ご自身の過ちへお気がついて、生まれ変わったような優しいババ様になってくだされた。という事実を目に見、また生きている希望としては、近いうちに、と何がなし、心待ちの人と会う日も近い心地を覚えていた。ババもまた、あれ以来は、 今日までのわしが罪と心得違いよりそなたを不幸にした償いにはきっと武蔵殿へ馬場が両手をついてわびてもそなたの身をよいように頼んで信んぜるぞよ。そう言って一族の者はもとより村のたれかれえもおつうと又八とのかっての古正門はきれいに破棄してやがておつうの夫たる人は 武蔵でなななくてはならないと自分の口から言うほどに変わっていた。武蔵の姉の銀は彼女を呼び出すために嘘を言って佐夜村の付近にいるようなことを言ったが事実は針間の円類へ一時身を寄せそこから竹へ片付いたとかいうのみでその後の消息は伝わっていなかった。で、 しっぽう寺に戻って、以前からのしるべといえば、やはり誰よりもおばばとが濃いかだった。そのおばばはまた朝晩にしっぽう寺を見舞って、薬は飲んだか、食べ物は、今日の気分は、と、こ心のありたけを傾けた。みとりの世話をしてくれたり、また心を力づけてくれるのだった。 またある時はしみじみと「もしいつか岩穴でそなたがあのままよみがえらなんだらわしもその場で死ぬ気であった」とも言った。偽りの多い人だったから彼女も初めはばばの懺悔にまたいつ変化がこまいものでもないと思っていたが日がたつほどかえってばばの心情は濃く厚くこまやかになるばかりだった。 時には「こんなにもよいお方とは思わなかった」とお通ですら以前のばばと今のおすぎとが同一に考えられないほどだったから本威伝家の親しい者も村の人々も「どうしてあんなに変わりなさったか」と皆言い合ったその中に誰よりも幸福を知ってきたのはおばば自身であった。 会うもの、言葉を交わすもの身近のものすべてが自分に対して以前とはまるで変わってきたからであるにこやかに迎えにこやかに迎えられよい年寄りと敬われる幸福を六十を超えて彼女は初めて知ったのであるあるものはぶっつけにばばさんはこのごろ 「お顔までよいお顔になんなすったのう」と正直に言った「そうかもしれぬ」とばばはそっと鏡を取り出して自分の姿を見いったしみじみ歳月を覚えた故郷をたった頃にはまだまだ半分以上も混じっていた黒い髪も一網残らず真っ白になっていた 心の姿も顔形も純一で白いものに立ち返っているように自分の目にも見えた堺を出る1日の太郎左衛門舟で武蔵殿は小倉へ赴くそうな姫路の丈太郎からの知らせにお通はすぐ七宝寺を立ち途中はお杉が我が子のように見守って 一夜を青木丹左衛門の屋敷に休み「婦前通いの便箋なら鹿前は必ず寄るはず一夜は積み荷を下ろすため泊まりとなろう」「藩の人々も出迎えに行くがそなたたちは人目につかぬように川尻の小舟にいたがよい」「青織はわしら親子がよいように作って死ぜる」と丹左衛門の言葉に「何分?」 とその日昼頃鹿間の裏に着き川尻の船にお通を休め以前の乳母なる人の家から何かと物など運ばせて太郎左衛門船が入るのを今か今かと待ちかねていたのだったちょうどその乳母なる人の染め屋の柿の近くには別に武蔵の通過をかねてから待って 彼のために門出を祝し一席の宴をも設けてまた彼の人間をも見ようとする姫路藩の人々が二十四名も籠まで持って迎えに出ていたその中に青木丹左衛門もい,い青木城太郎もいた姫路の池田家と武蔵とは朝からの縁がある 当然彼は光栄とするだろう。迎えに出ている池田家の藩士たちは皆そう意識していた。丹左衛門も城太郎もその見解に変わりはなかった。がどうしたのか。海は暮れ、夕雲の茜は薄れ、いつとはなく宵い明かりが青黒く漂ってくるのに。 まだ船の影は見えても来ない。遅れたのかな誰かが一度を帰り見る。そんなはずはないが、と自分の責任のように答えたのは、京都の藩邸にいて、武蔵が船便で一日に立つと聞くとともに、早馬で知らせてきた藩士だった。船の出る前、堺の小林へ使いをやり、一日たちと、 確かめても来たのだから。立ちくたびれて砂に座るものもある。白いゆうずつがいつかま磨だの空を包んでいた。あ、見えた。見えたかあの、ほかげらしい。おお、なるほど。ようやく人々はざわめきたって浜の船つきの方へぞろぞろ歩いていた。 上太郎はその群れをそっと走り抜けて、川尻へかけて行き、下のぶねへ向かって大声でつけた。お通さん、ばどの、見えたぞ、武蔵様の乗っている船の影が。今宵夜、いの太郎もんぶね、待ちかねていた武蔵の乗っているせ船。それらしいのが今、沖から見えてきたとの知らせに、小ねのまは、 見えてかと揺れ動いて、どこにと、ばばもおつうも我を忘れて言う。危ないばばは慌てて船びりへすがり立とうとするおつうを抱き支えた。そして共に身を伸ばし、おお、あれかのう息を呑んで見守った。酔いなぎの海面を 星明かりに黒い翼を張って一層の大きな帆船が見守る二人の瞳の中へ滑り込んでくるように見ている間に近づいてくる。丈太郎は岸に立って指さしながら「あれだあれだ!れだ」「丈太郎殿すまぬが急いでこの小舟の牢を取ってあの便船の元へこぎ寄せてたもらぬか。 少しも早う合わせたいもの言わせたいお通を連れて武蔵殿へいや馬場殿そうせいたところで致し方はない今藩の方々がかなたの浜へ立ち並んで待ち受けておられるし早速に船手の者が一名早舟をこぎ出して武蔵様を迎えに行ったではなおさらのこと そう人目をはばかってばかりいては、お通を合わせるいとまもあるまえに、ゅ中の衆に囲まれて、お客として持っていかれぬまに、と目でも先に合わせてやりたい。父ともはからい、後ほど隙を見て、武蔵様をここへお連れ申してまいりますゆえ、それまでく屈でもここに待っていてください。では、きっと、これ、武蔵殿、案内してきてくださるかのう。 向かいの小舟から武蔵様が上がりましたらひとまず染め屋の縁を借りて家中どももご一緒に休息となりましょうその間にちょっとお連れ申します待っていますぞよ固く頼んだぞよそうしてくださいお通のもその間そっと休んでおられたがよい言い捨てて上太郎はにわかに肝わしげに 元の浜辺の方へ駆け去ったかなり時がたっただが待つ人はなかなか来なかったばばはお通一人を船に残して岸へ上がったた太郎が案内してくるはずの武蔵のげをそこにたたずんで待ちあぐねている様子お通は やがて武蔵がここへ来るかと思うと人知れず動機が打って静かに身を横たえてもいられないらしい木枕や節を戸を土間の隅へ押し合って襟を合わせたり帯の結びを直したりした彼女は今病を忘れていた小舟のへりから白い手を伸ばし串をぬらして髪をなで上げた そして手のひらに少しのおしろいをとき、それとも知れぬほど薄く顔をよそおった。だがなんと言おう、お通はまた武蔵と会った上のことが心配になった。語れば生涯話しても尽きないほどなものはある。けれどいつもいつも会えば何も言えなかった。何のために かの人はまた怒るかもしれないと恐れる。折も折である。世情にも聞こえわたって天下の収目の中を今、佐々木小次郎との試合に行く途中とあれば、彼の気性、彼の信念、おそらく自分と会うことなど、楽しいこととは思うてもくれまい。が、それだけに、 彼女にとっては、なおさら、いちごの折であった。相手の小次郎に、武蔵が破れるとは思えなかったが、不足な敗北がないとは、また言えない気もする。いやいや、いずれが勝つか、という世評では、武蔵が強しとするもの、小次郎が優れたりというも者、愛半ばしているのである。もし、 今日という折を置いて万が一にもこのまま再びこの世でい見ることができないような不幸が仮にもあったとしたら悔いは百年の後も消すことができないであろう。なんと叱られても。と彼女は病苦を人へは軽く見せてまで強い気持ちでここへは来たのであったがこうして いいよいよその人と会う時が迫ってみると胸は痛いほどときめき心は武蔵がどう思うかを恐れ案じて大手の上の言葉すら見つからなかった岸へ上がってたたずんでいるおばばはまたおばばで今宵武蔵と会ったらまず何よりも積年の恨みや誤解を水に流して心の重荷を 解きほぐしたい。また、その証として、彼が何と言おうと、お通の生涯は彼に託されなければならない。手をついて頼んでも、そうしてやらねば、お通にもすまない。などと一人、胸に誓いながら、水明かりの酔い闇を見守っていると、ばとのかかけてきた上太郎の影が近づきながら呼びかけた。 待ちかねていた、ジョたどのよ。して、さしどのにはすぐこれ見えますかのババん残念だ。え残念とは聞いてくれ、さいはこうだ。さいなどは後でよい。一体、さしどのにはこれへ来るのか来ないのか来ぬ。何来ぬとババはぜ然。 そう言ってお通とともに昼から待ち抜いていた心の張りを崩して見るに堪えない失望の色を顔に表した。で言いにくそうに城太郎がやがて説明して言うには「実はあれからややしばし同伴の人々と共に便船から上がってくる武蔵の橋木を待っていたところいつになっても沙汰もなし橋木も来ない。 やがて沖へ迎えに行ったお船手の橋家の者がこぎ戻ってくる様子。やれ見えたと思ったのもつかの間。見れば橋家の上には武蔵の姿も見えぬ。どうしたわけかと尋ねると、今度の船津号はこの鹿間に上がる客もなし。少しの積みには沖町の船頭から受け取ったので、船はすぐここから室の津へ回し。 先を急ぐので、という便船のものの言葉だとある。そこで橋けの者はまた、この便船には宮本武蔵と申さる老人が乗り合わせておるはず。姫路藩の家中のものでござるが、人よはお泊まりと存じ、他の者も,のも大勢浜までお迎えに参っております。わずかな間でも、ちょっとこの橋けでお上がりくださるまいか。 そう申し入れたところ、先導の取り次ぎを聞いて、やがて武蔵の姿が、友の船べりに現れ、下の端木へ向かって言うには、せっかくのご行為なれど、この度は、ご承知の通り、大事の一義にて、小倉に赴むく途中、方々、便船も今宵のうち、呂の津へ回るよし、足からずご一同へお伝えを。 とのことにやむなく引き返してくると、その橋家が浜へ戻って報告している間に、太郎左衛門船は再び帆張り、今、鹿間の裏から立ったばかり、というのであった。ええ、まあ、ミスミス、船の影をそこに見ながら、口惜しいことはいな。お通に、何と言うて聞かそうぞ。上太殿、わしには言えぬ。 そなたから司祭を告げてたもしたがよう落ち着かせてから話さぬといっそう病気を悪うするかもしれぬぞよ。丈太郎が告げに行かなくてもババがつらい心を忍んで伝えなくてもそこでの二人の話し声は小舟のトマの陰にいて耳すましているお通えはもう聞こえていた。溢れ出る涙を、 どうしようもなかった。さはいえ、た太郎のように、ばばのように、やる方なき残念とはしなかった。今宵会えなければ、他の日に、ここで語れねば、またよそのなぎさで、と、一人している十年のちかいに少しも変わりはない。むしろ、武蔵様が、降りて途中の土を踏まない気持ちに、 さもあろう、とすら、同じ心が持てるのであった。ばば様、ジョータさん。ふいに彼女は船から呼んだ。二人はしのすぐ上へ近づいてきて。お通の。なんと話そう。思いまどって、曇り声でジョータうが答えた。聞きました。船のごごうで。 武蔵様がお見えにならないことは、今、お二人のお話で。聞かれたかはい。嘆いても及びませぬ。また、いたずらに悲しんでいる時でもございません。この上は、いっそのこと、小倉表まで参りとを存じます。そして、試合のご様子を見届けたいと思います。もしものことが全くないとは、 どうして生きれましょうその時には、お骨を拾うて戻る覚悟でございまする。でも、その体では、病お通はその時、全く自分が病人であることは忘れていた。お暗示ださいますな。もう、何ともございません。いいえ、少しぐらいなことはあっても。 試合の五千度を見届けるまでは、死にはしません。言いかけた終わりの一言は胸に押さえて、すぐ懸命に水繕いを直し、船の小べりにすがりながら、はうように岸へ自分で上がってきた。上太郎は両手で顔を押さえたまま、後ろを向いてしまい、ばばは声を漏らして泣いていた。